膝にオプションがついた早急ステル役さゆりです。はーい、クアッドクロスの甘酸っぱい思い出作っちゃったの方カノン差し役のサークルです。 OK です。え、パイセン、パイセン、オプションってなんすか。パイセン、パイセイセイあのね、はい、上から自分の膝をこう見下ろすと、はいはいはい、ちょっとね、膝に肉がついた気がするの。まあ運動不足だけど、皮じゃないですか。でね、この膝の肉について、はい、まあ、この前某先輩とお話ししていたら、はい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 、あー膝にオプションついちゃったかオプション、そう、オプションって、そっか、これ年取るごとにどんどんいろんなところにオプションついてくんだ、すげーっつって。オプションここに、ここに、あ、あ、ダメ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 、誰でも言わないから、私生まれつきオプションついちゃってる。ダメです。マジでお得じゃん、はい、お得です、ね、お得じゃん、やっぱ高いんだよオプションつけるの時間かかりますもんね、オプションつけるの。ついちゃってんの、まだついちゃってる、もう大体ついちゃってますよね。あ、傷ついた。私言ってないじゃん、お前が自分で。やばい、傷ついてる。あの、いいことだと思うよ。だって、オプションなんて、だって、なかなか手出る人いないですよ。やめて、この話。さくらさんの甘酸っぱい話聞きたい。そう、誰も得しないから。得しないよ。お前まあ、広げたのお前だけどな。で、どうしたの？あ、ま、今日、この、ここに来る現場と、あの、学校の間に、こう、帰りにですね、学校とここに来る間の、ちょっと、なんて言ってた？落ち着いて。え、オプションの話題で先発してた。帰りに、帰りっていうか、ここに来る電車の中で、でクラスメイトのことを、実は、一緒になったんですね。で、そこで、その子と初めてがっつり話をしたんですよ、うん、で、うん、こう2人でこう席に座って、うん、2人でこう隣同士になった時に、なんかその子はリア充なんで、うん、なんか「ちょっとマジ今日、化粧してかもう朝寝坊しちゃってさ、マジ」「ちょっとやってやって、それやって、え、じゃあ私その女の子やるね、はい、その中やね、すっぴんだってことをなんか恥ずかしがれば、ね、恥ずかしがればいいのね、はい、電車乗ってます、うん、もう今日、うん、私寝坊しちゃって、すっぴんできちゃって、うん、もう超恥ずかしい。え、今日すっぴんなの？うん。え、超可愛いじゃん。化粧で隠すのもったいない。いや、そう、すっぴんで大丈夫かな、私。そうだよ、絶対隠しちゃダメ、そういうのもったいない。ほんと？うんうん。嬉しい。あ、ほんとに？え、ちょっと、可愛いね、君。その時めっちゃイケメンだったんすよ。だね。でしょ、すっげえ口説くの上手い人みたいになってる。すっごいイケメンだ、自分の中ではもう完全に。化粧で隠すのもったいないよ、でしょ。はい。今日の名言来ましたよ。化粧で、いい声で言ったんでしょ。あ、そうです。化粧で隠すのもったいないよ。ちょっと心なしか声も低くなって、って割とキャッキャするときはなんか、え、マジウケるみたいな感じで言ってるんですけど、こう電車の中で。うん、でその時だけ、化粧で隠すのもったいないわ。どうやっつって。うわ、で、その後に、ちょっとなんかその子も、うん、あ、そうか、ありがとう、ってなって、うん、ちょっと二人の間にこう甘酸っぱい空気が流れるっていう。どうですか、この大学生生活。羨ましいですね。なんか、笑いが止まらない、よだれも止まらない。テッシュまあ、パイセンがイメージしてた大学デビューとはかなり違うが、はい、まあ、友達ができたようで。そう、私毎日楽しいです。我々一度安心しております、はい、か私リア充になっちゃったらすいませんというわけで皆さん早速ですが、今場の空気オープニングで言った通り